いろいろな種類のパンに滑らかな口当たりのワイン。森の町グレースで開かれているザ・マーケット瀬戸内です。岡山市の両備ホールディングスと石川ホールディングスがにぎわい創出を目指すマルシェイベントの第1弾です。岡山市などから人気のパンのお店や自然派のワインが楽しめるお店などおよそ20店舗が集まり、多くの人が訪れました。パンがいろいろな種類があったから楽しかった。揚げパンを食べたからきな粉の味がしました。大人はワインが飲めるし、子供はパンとかが食べられるし、場所が結構来やすいところにあるので、いいかなと思います。ザ・マーケット瀬戸内は明日も開かれます。